俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、ちょっと、やっていきますのが、結構最近では珍しいんですけれど、こちらですね、春節限定バッグ、いわゆるガチの割引ですね。これの2週目が開放されているんですよね。最近はね、あんまりなかったですもんね。2週目また割引のやつリセットされるっていうのはなかったんですけれど、昔はですね、結構されておったんですよね。進撃の第2弾とかはよく2週目開放みたいな、されておったんですけれど、最近は2週目でまた限定お得バッグリセットされて、もう一回安くなるってのはなかったんですが、今回はそれが復活して、2週目またリセットされて安くなっていると。前回はなかったんですけど、今回はその20個の春節限定ガチャの方もですね、開放されておりますので、こちらちょっと回していこうかなというふうに思います。ちなみに今回いろいろですね、コロナウイルスとかの影響で、アプデが入らずにですね、おそらく3週目の時期まで入ると思うんですけど、3週目に開放されるかどうかっていうのは楽しみですね。ただ本来は予定されていない部分ですので、どうなるかっていう感じなんですけど、2週目回していくとともに3週目がどうなるかっていうのも楽しみにしていきたいなと、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで、早速回していきましょう。今回はですね、またまたガチャが当たる裏技ということでですね、ちょっと単発&引退宣言当たる説、これも検証していきながら回していきたいかなと思います。先にね、全部買っときましょう。ね。先にこうやって全部買っといて、回してどうなるかっていう部分ですね。早速やっていこうと思います。で、こちらでですね、荒野引退します。お疲れ様でしたと。これを売っていくような感じですね。こちらに。OK です。これで、まず、引退宣言をしていきます。引退宣言をしていきつつ、こちらお宝の方に入ってるこれを1回ずつ回していきます。こうやってね、毎回回していくといった感じですよ。絶対当てさせろよ。ここでね、当てさせんかったら荒野運営完全にディスアドバンテージやからな。おい、お前ダイヤしかならんじゃねえか。引退してほしいのかな。引退してやろうか。荒野行動な。マジで引退だぞ、引退。ね。いらんいらんいらん。結構今回のガチャはね、普通に無料ガチャをね、回していても、かなり渋いなぁと思える感じだからですね。なかなかだって金枠がね、見えないもん、本当に。で、いろんなね、そういうガチャ報告とかを SNS でされている方のあれを見てもですね、全然出ましたってのがなくて、やっぱり金枠のあれに対して、出た 出たわ。愚痴によったら出た。でもね、飛行服はね、悪くはないんだけどね、見た目はめっちゃいいんですけれど、なんだかなっていう。見た目はいいけれど、聞きまくか、みたいな風に思う気持ちはありますね。こんな感じでね、車も出てくれればね、嬉しいっすよね。でもこの時点でもうすでに、ね、僕の当たる説は立証されちゃってますからね。引退宣言。やっぱり引退宣言が当たるのか、みたいな。今のでもう分かっていただけたかな、というふうに、思いますね。こうやってね、回していくと。いった感じですわ。バイバイじゃないよ。バイバイはしないからね。でもあれだけね、普通にリスマラをして当たらなかったわ。金枠がこうやって、こうも簡単に出ると、どれだけその引退宣言がすごいのかっていうのが、お分かりいただけるかなと、いうふうに私は思いますね。やっぱ引退宣言ね、当たりますわ。これでもう一回やっていくと。今日はね、6回ずつこうやって引退宣言をしていきましたけれど、やっぱりほら、やっぱり引退宣言ね、当てるよね。こうやって。何気にこの後ろのやつちょっと欲しかったんだよね。後ろね、靴が当たっても嬉しくないんですけれど、ああやって後ろ上が当たるのは嬉しいっすよね。上ありゃもう下いらんからっすね。シャークのやつもね、結局ね、靴だけ俺交換してないっすもんね。これで金枠が最後、来てくれれば、有終の美を
飾る、あ、最後がなんか煽っていけないでしょってね。まあ、金枠がね、これでね、一応出ましたんで、いいんじゃないですかね。この、めっちゃなんか燃えとるやつね。うん。で、これでプラスしてですね、まあ、ちょっと、夜の歌パックの方もですね、ついでに引退宣言ね、試しておきましょうか。こうやってですね。やっぱり引退宣言当たる説だ。うん。もう立証しちゃったもんね。うん。で、こっから、こちらですね、夜の歌パックと。これも16がね、入ってるんで、ワンチャンそこら辺当たったら嬉しいっすよね。まあバイクでもいいんですけれど、僕の場合。うん。まあやっぱこれは渋いな。まあ大体ね、金枠、まあ10のが確率がね、4% か 3.5% とかそれぐらいなんで、16の確率は。で、まあバイクも同じぐらいの確率なんで、まあそんな来ないかなと。あ、びっくりした。当たったと思った。あそこバイクは入ってないか。夜の歌パックだから、あれだ、普通に服だね。うん。服がオレンジ枠で入ってるんで。まあ、そんな感じですわ。ま、さすがにそんな、ね、ここでも当たったらマジで神やからね。うん。16かなんかね。まあ、服でも言うてね、服の確率も16と同じやからですね。まあ、そこでも、嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね。こっちの本枠でも。ああ、これめっちゃビビるね。一瞬大金が来たら。大金が来たらね、ほら、一瞬来るからビビるね。うん。まあ、こんな感じで、まあ、回していきましたけれど、まあ、金枠が出づらいと言われている、まあ、あのガチャの中で、まあ、飛行服ね、金枠当てることできたのは、まあ、これは朗報なんじゃないかなと。まあ、皆さんもですね、まだちょっと金枠当てたことないよ、という方いらっしゃいましたら、この、単発&引退宣言最強説、こちらの方ですね、されてみてはいかがでしょうか。で、こっから先はですね、当たるガチャと当たらないガチャのですね、まあ見分け方みたいなの、まあ、これをちょっと話していこうかなというふうに思います。まあ今回のガチャ、まあ金枠がですね、だいたい軒並み 0.25%、それぐらいですね、まああるといった感じだったんですけれど、なぜそれで当たりづらいのかっていう話をしていきます。まあ銀玉ガチャがものすごい当たりやすいガチャだったので、まあ銀玉ガチャと比較して話していきますね。まあ銀玉ガチャはまあもちろんですね、金枠で1個だけですね、スカーが 0.8% っていうめちゃくちゃ高いですね、確率だったんですけれど、それを除いておいても、まあ、確率自体はだいたい 0.2% 0.3% ぐらいで、まあ、金枠自体の確率は変わらないんですよね、新春のガチャと。にもかかわらず、なぜ新春のガチャの金枠が少ないのか、皆さんお分かりいただけるでしょうか。まあ、そのなぜかというとですね、ハズレの確率なんですよね。ハズレの確率、銀玉ガチャのですね、ハズレの確率っていうのはだいたい高くても 1.5% ちょいとかそこら辺だったんですよね。まあ 1.3% とか 1.2% ぐらいが多くて、まあ最後の下の方が 1.5% ぐらいあったという、そんな感じだったんですけれど、まああまりにもですね、その春節ガチャはハズレの確率が高すぎるんですよね。まあ下の方とか新しいですね、新春春節のなんかスプレーが 3% っていうですね、めちゃくちゃ高い確率ですし、まあ飛行服の2種が 2.5%2.5%2 つ 2.5% で他のやつも 2% あります。そしてプラスですね、スプレーの確率も高いと、スプレーの確率もまあ 2% ちょいあるといった感じで、めちゃくちゃ確率が、ハズレの確率が高すぎてですね、割合的に金枠が来ないんですよね。割合的に全然来なくて、いやでも金枠全部合わせたら確率は 2.5% ぐらい 2.2% ぐらいあるじゃんっていう風に思われる方いらっしゃると思うんですけれど、まあその全部分割されて確率がですね、合計 2.5% ぐらいあるのと、全部その一つの確率が 2.5% あるっていうのは当たり方ってのが違うんですよね。実数値が全然違ってですね、特にこういう場合は、まあその全部合わせて 2.5% と、まあその一つが 2.5% だと、圧倒的に一つが 2.5% のやつの方がその金枠全部よりも出やすくなってしまうんですよね。まあ、これはですね、まあ、ちょっと話すとめちゃくちゃ長くなるんで話せないんですけれど、まあ、そういう乱数とかの話をした時に、まあ、絶対こういう風になってしまう現象で、これは仕方ないです、まあ、なんで、まあ、その当たるガチャの見分け方としたら、まあ、前から言ってますけれど、ハズレのアイテムと、まあ、その当たりのアイテムの割合の比率、これを見ていくっていうのが大事だなというふうに、まあ、思いますね。はい。まあ、先ほど言いましたように、まあ、確率が 0.2% 0.3% ぐらいだったら、ハズレの確率は許容範囲、まあ、最大 1.5% ぐらいで、それを超えてくると当たりづらいんだろうなというふうに思っていただけると、まあ、ありがたいなというふうに思います。まあ、プラスして、まあ、金枠の確率も 0.25% ぐらいのやつ、これが結構複数個、まあ、今回は6個ぐらいしかないんですけど、まあ、それよりも多く8とか10ぐらいあるとより金枠の確率というのは上がりますんで、まあ、そこら辺まあ見てですね、このガチャが当たるのか
当たらないのかっていうのをですね、確認してみるといいと思います。まあやっぱ SNS で見ても、まあその春節のガチャでめちゃくちゃ当たりましたっていう、当たりました報告が、まあその例えば銀玉のガチャとかですね、そういう当たりやすいと言われたガチャと比べると圧倒的に少ないですよ。まあもちろん出る人もいますよ。もちろん例えばね、50連回したら車3台出たとか、まあそういう人も中にはいると思いますけれど、まあ僕が見ているのはあくまで全体の数なんですよね。全体の数と回した人数の数と、回した人数と比べてどれぐらい当たりの報告があるのかっていうのを見てますので、まあそれはね、その個人に限っては例えばね、10連で3台出すとかそういうこともまあないとは思うんですけれど、まあ、それでその全体のその比率というのが変わるかって言われたら、まあ、そんなに変わるわけではなくて、まあ、全体の比率がどうなのかっていうのをまあ僕毎回見てますし、まあ、今後もそういう部分にね、着目して、まあ動画とかも出していければいいなというふうに思ってまして、まあ、例えば皆さんですね、まあ、ガチャが今回新しく出ましたという感じになるじゃないですか。その新しく出たガチャが、まあ、当たりやすいのか当たりづらいのか、まあ、気になるのであれば僕のチャンネル登録しておいてください。まあそれか、あとね、ライブで聞いてもらえたら僕答えますんで、今はこのガチャどうですかみたいな言われたら答えますんで、まあ基本的にそのガチャの当たる確率っていうのが、まあ時期によって変わるってことはまあほぼほぼないですね。例えば今回の春節ガチャ、1周目は当たりやすかったけど2周目では当たりづらいって言ったらなくて、まあそんな絞っとるとしても、そんなね、露骨には絞らんすもんね。露骨に分かるようには絞らないですから、全体の比率ってのは変わりますので、まあこのガチャが当たりやすいですか当たりづらいですかぐらいだったら、まあ、僕も分かりますしお答えしますんで、まあ、気になる方ライブで質問してみてください。まあ、ちなみにライブはですね、2月以降はミルダムがメインになると思いますんで、まあ、見ていただけるとありがたいなというふうに思います。そんな感じです。はい、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。 TikTok、ミルダム、そちらの2つもやってます。2月以降はミルダムでのライブが主になります。リスマロのライブをですね、ミルダムでしていきますのでよろしくお願いします。またミルダムと YouTube コミュニティ欄でクラのロゴや個人用アイコンの作成プレゼント企画やってますので、そちらもよろしくです。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルの方でもですね、ぼちぼち動画上げてますので、よかったらそちらの方もですね、登録してご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは